マジです。ワードプレスにコクーンをインストールしてみた件。ということでですね、えー、高機能なコクーンというですね、テーマをですね、インストールしてみましたので、えー、今回も実際に管理画面をこう開きながら説明していきたいと思います。 実際のサイトを見て、えー、国ンをこう紹介していきたいなと思います、えー、今ですね私のサイトの中にこの国ンのテストサイトをちょっと作ってみましたこんな感じでですね、えー、下にもやっぱりロゴが自動的に入るようになってますで、まあ、あのシンプルな作りになってるんですけどもね、えー、パッと見た感じシンプルなんですけども 管理画面見てみますとですね、えー、こんな感じで入っててここにコクーンの設定があるんですねで、えー、設定をちょっと見ていきたいなと思いますはいこんな感じでですね、えー これ何個あんのかなっていう感じで、いろいろ設定できるところがあってですね。ぶっちゃけ、えー、今までいろんなテーマを触らせていただきましたけど、ここまでいろいろここの設定だけでできるっていうものにあまり見かけたことがないんですね。えー、あのー ここで、まあ、全体の設定をやっていくんですけども、サイトのキーカラーとかで、ね、テキストのキーカラーとかですね、本、え、当、ー、は何を使うのか、文字サイズはいくつにするのか、色はっていう風に、えー、こう、いろいろ設定できるわけなんですけども、で、えー、サイトのリンク色、選択文字色、で、選択背景色とかですね、 えー、あったりしますけども。この辺、基本的にはですね。あのー、デフォルト。えー、Chrome とか。ね、えー。昔はインターネットエキスプローラーと、えー、ネットスケープぐらいしかなかったんですけど、今、ブラウザがたくさんあるので、いろいろ色をね、変えたりする方もいますけども、基本的に、もう、 あの、リンクの色っていうのは、青の方がいいと思います。あのー、で、選択の文字色っていうのは赤なんですよ。で、あのー、そういった色をね、外さないようにしてる方が、あのー、デフォルトで使ってる人がほとんどですから、あのー、どこがリンクで、どこがリンクでないのかっていう、区別がついてない方もいらっしゃいますんでね。そういった場合に、 あのー、やはり、こう、違う色を使ってると、リンクと思われない可能性もありますんでね。えーまあ、そういったことも考えて、私はリンクショックをデフォルトに設定してます。はい。で、こんな感じでですね、いろいろ、設定を ここ全体の設定をここでやっていってですね。あとヘッダーとかはですね、こちらの方で、えー、センターロゴ。まあ、あの、ロゴはセンターになるような仕掛けになってるわけですよね。で、あと、あの、トップメニューとかですね、いろいろ、あのー、選択ができる。で、高さとかそういったものをここで設定して、ロゴをここで設定する。 できるようになっております。まあ、この辺りぐらいまではね、あの、正直あのー、どのテーマにもありがちなところなんですけども、こっから先がですね、すごく多いんですよね。タイトルとかこういう OGP とかですね、えー、基本こういったところの、あのー、設定とかですね、 プラグインでやることが多いんですね。テーマにこんだけ入ってると、その分、あの、プラグインを減らせるので、すごくありがたい機能です。で、あの、ここはですね、あと、アクセス解析もできるようになってますね。で、タグマネージャーをここで設定できたり、アナリティクスをここで設定できたり、サーチコンソールをここで設定できたりっていう形でですね、 あのー、いろいろできるようになってます。で、あのー、僕がびっくりしたのは、ここで AMP の設定ができますよっていうところですかね。はい。あのー、ここで機能を有効化できるんですね。で、まだ完璧に作ってないので、あのー、まだオンにはしてませんけども、 あの、こういったところがですね、やはりあの、他のテーマと全然違うなって、さすがにあの、高機能だなっていうところでですね。はい。あの、すごくびっくりしてるところです。で、えー、こちらですね、SSL が必須になってるんですけども、えー、あの、こういった機能があったりですね。 あと、この管理画面、えー、の中に、えー、投稿者名を表示しないとかですね。いろんなところを、こう、設定していけるようになっております。で、まあ、ウィジェットで除外するものとか、しないものとか、ここで設定ができるようになってます。 あと、エディターの設定をね、あのー、私の場合はグーテンベルグを外します。あのー、ワードプレスのバージョンが5になってからですね、えー、グーテンベルグが基本エディターになってしまったんですけども、えー、私はこれを外して従来のビジュアルエディターを活用しております。で、この文字カウンターとかね、あのー、すごく便利で、 あの重宝してます。まあ、文字カウンターはねあの他のテーマでもあのついてる場合もあったりです、ね、しますけれどもテーマで、ね、あ,のあると、まあ、あの他にもあったりなかったりいろいろしてです、ね、ない場合はあのプラグインを追加するっていう形になってたのでついてるとすごく助かりますね。 あとね、えー、アフィリエイトする方にはすごく便利な、あのこういう API がですね、Amazon と、えー、楽天で、Yahoo ショッピング、もしもアフィリエイト、こういったところでですねあの、簡単にアフィリエイトができる設定にもなってますね。アフィリエイトされている方はこれ、重宝する部分だと思いますね。で、 あのー、プロフィールと連動してるんですけども、プロフィール設定してるとね、あのー、こういった、えー、ソーシャルのフォローボタンが簡単につけれたりしますね。はい。 結構機能的にはですね、たくさんありすぎて、全部は、あの、ちょっと紹介できないかもわかんないんですけども、あの、こういったね、あの、ソーシャルブックマークのボタンなんかもですね、いろいろあったりして、ね、すごく重宝してます。でもう最近は、あの、LINE なんか外せないですよね。はい。あの、LINE のタイムラインにシェアするとかですね。 あのー、結構やってもらったら助かりますよね。でこういうのを、まあ、一つ一つですね、あのー、確実に設定してで、えー、このー「国運」というテーマはですね、あのー、結構ジェットパックと連動していろいろやってます。でジェッットパックはあのー こちらのね、アキスメットアンチスパムっていうことなんですけどもこちらとセットで、えー、インストールしておくと非常に便利ですでアキスメット、ね、のレンタルサーバーによってはあのインストールされてるんですけど有効化されてないっていう場合も多々あります そういった場合にですね、あの、機能しないので、えー、コメントとかでね、あの、結構スパムが入ったりするんですね。え、私のあの、メインのサイトなんかでも、あのー、1年もの間にですね、170件ほどあの、それをブロックしてくれた実績があります。はい。あのー、こういったね、えー、セキュリティーツール、うまく活用してください。で、あのー、 登録するときにね、ジェットパックから登録された方が、キスネットは、あの、簡単に、あの、認証が終わりますので,で、そちらの方がいいかなと思いますね。ちょっとコックンからは、外れましたけどね。で、コックンはね、あの、テーマの、新規追加のところで、あの、検索しても出てこないテーマなんですよね。 ここの新規追加でね。ここにね、あのー、国運って打ち込んでも出てこないんですよ。テーマが見つかりませんでした。ということでね、あの国運のサイトに行って、あのー、ダウンロードしてくるしかないんですよね。ここからですね。はい。 であの、このページですね、えー、ちょっと今アドレスバー消してますけども、あのー、このスペールで国ンで検索したら一番最初に出てきてました。私が検索したときは。ワ、あのードプレステーマ、国運っていうタイトルでですね、えー、表示されてますので、それをこう開いていただいて、 あの、こちらからダウンロードしていただければ、ええー、いいんじゃないかなと思います。で、親テーマ、子テーマ、あの、セットであの、ダウンロードしてください。で、親テーマを一切触ることなく、子テーマのカスタマイズだけで、えー、私はカス,カスタマイズも、ええー、いろいろ今後、ちょっと出していきたいなとは思ってます。まあ、この、昨日のね、 多いあの、コクーンというテーマなんですけども、そのために、あの、プラグインは、ほんと必要最小限の、あの、プラグインしか入れてません。はい。このあたりがね、あの、他のテーマと全く違うところですね。で、これ、ちょっとですね、あの、いろいろカスタマイズができていくと、ほんとすごいテーマになるんじゃないかな。 で、今ですね、やはりあの、Google が AMP なんかにもあの、力入れておりますので、はい、あのー、AMP もですね、今後のためにですね、考えて、えー、うまく、こう、やっていけるような設定とかですね、そういったテーマを選ぶようにされた方がいいんじゃないかなと思います。 まあ簡単ではありますけども、えー、今回の国ンのレビューっていう形でですね、えー、すごく高機能なものを、えー、今後どう使いこなしていくかっていう部分をですね、あのー、また続編として、えー、動画にしていきたいなと思っております。ありがとうございました。 いかがだったでしょうかえぇ、ー、僕についてはですね、またブログの方にも掲載しておきますので、YouTube 動画詳細のアドレスからですね、えー、ブログの方にも、あのー、こう見に来ていただけると嬉しいです。で、導入にね、えー、自信のない方は、熊八の方で優勝サポートさせていただきます。はい、えぇ、ー、熊八ラボのですね、 ラインアットを始めました。あのー、ご覧のね、QR コードから追加していただけると嬉しいです。YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。